ですね。ね久しぶりだね。久々に一人でギター弾いて、どうすか、緊張しました。おお。いや、今回緊張感あったね。緊張感ありましたね。どうなんですかね。緊張した。ね、あれどうした？これいなくなったんですか？なかなか怖い。ということで、お久しぶりの、あお便りコーナーに行きたいと思います。実は。おお、すごいすごい。ちなみに、今急に出しましたんで、びっくりした、ね。サプライズですね。え、それマジでこれマジでもらったやつです。マジでもらったやつ、あの、いつもの白いやつじゃない。え、そう、白いやつだよ。バレちゃうじゃないですか。ああ、はい。ということで。はい。光栄な、何が来るんだろうな、これ、ね、スノーファブリックの皆さん、こんにちは、こんにちは、ありがとう、こんにちは、シェイシェイ、ハロー、え、書いてあるんですよ、本当に書いてあるんですよ、ほらおー、どれ、やんちょな内容だな、内容だな、これ、私たちは歌も大好きですが、歌の後のフリートークも大好きですなのでフリートークの方が、なんか視聴者がいいなので今度フリートークの動画も見てみたいです。実はフリートークでやってほしいことがあります。怖えなこれ、こういうのパターン、ここに1、2、3つ書いてあるんですよ。ああこれ質問だらけなので、とりあえず全部読みますか、一気に。ああ、うん、一気にでやれなくてやりましょう。そうですね、実はフリートークでやってほしいことがありますって今読みました、僕読みました。あ、すいません。それはスノーファブリックのメンバー5人全員の最高に最強の変顔。あ、メンバー1人1つずつ好きなメンバーに告白全然ってことですよ。1人1つずつメンバーのモノマネです。できれば全部お願いします。さらに聞きたいこともあります。これ今後にしますか、長いから。え、ちょっといらんますか。それはせっかくですからね、はい、結構激ムズな問題なんで。それはケーキを食べるときはスプーン派ですか、フォーク派ですか。次。あ、それいい質問。それいいね。カラオケに行くときに一番最初に歌う曲は何ですか。好きな芸能人は誰ですか。またその人のモノマネをしてください。かっこ笑。P.S. スノーファブリックの今までの NG 集も見てみたいです。ということで。NG 集ね。NG 集もまあやりますけど。ということで。じゃあ俺ケーキの。ずるい、ずるい。俺ケーキがいい。とりあえずケーキでいきますね。じゃあケーキでいきましょう。今日はじゃあ1個目ケーキを食べるときは、まず5人いねえし。そうですね、今日はちょっと5人いねえし。まずいねえし。じゃあケーキを食べるときはスプーン派ですかフォーク派ですか。え、スプーンかフォークじゃなきゃいけないと思う。まあどっちか聞かれてますけどね。まあ別にいいんじゃないですか、違う。いいんだよね、違うのでも。え、結構リアル、リアルで。いや、もうそれを知りたいんでしょ。そうですよ、知りたい。帰ってきてる。俺フォークです。俺もフォーク。俺もフォーク。僕もフォークあ、じゃあなんでフォークかいいかっていう。フォークは、やっぱさせる。あ、そう。させる。あの、最近、そう、いちごやらいろんな、例えばちょっとなんかケーキ屋も工夫してスポンジの間にいろんな果物を入れてきてる感じがある。そうですね、そいつをさせるっていう悪意こもってんすか、ちょっと。いや、でもそうだよね。俺はそう、させる、させる。スプーンはくぼみがあるじゃん、くぼんでんじゃん、ここにクリームが溜まっちゃうんだ。ああ、分かる。このくぼみに、そう、それで、それが嫌だから。フォーク。俺、使った結果フォークが多い。なんだったらなくてもか。そのまま、マイルドですね。でもマイルド。使った結果、フォークの方が使ってた。ああ、そうね。はい。さあ、じゃあ和田君はもう素敵な多分回答が出てる。それはそうですよ。僕はもうあの、ケーキのどれだけのバランスで食べるかっていうのを最初にこのフォークでちょっと軽くツンツンってこう線を引いてから。スプーンだと円だから。こう切った時にくぼみがぐにょってな、くぼみでそこにクリームが入っちゃうから。それ俺だな。そこにクリームが入っちゃうから。そこに、はい、そんな感じで。これ尻すぼみましたね。まあいい感じだね。これ今後いろいろ答えていきますか。そうですね。やってないやつ。五人揃った時に。でもすごいね、そんな丁寧。ありがたい。いや、これすごいっすよ。本当にもうびっしりびっしり書いてありますよ。本当だ。なかなか。誰？これあの本名も書いてあるんですけど、かっこ本名は読まないでくださいって書いてあるので、あーあーって、はい、これあんまり分かんないから、多分ありがとうございます。はい、
いやでも嬉しいね。嬉しい。でも最初の3つぐらい結構難しい。そうですね、徐々に徐々に。また、うん、まあだって変顔なんて得意なの和田くんしかいないんだからさ。やりますか一回じゃあ。いや時間も、ね、今度フリートークだけの動画を撮ってそうそうそう、フリートークだけの、いや時間みんな時計してない、みんな時計してない、そのさ、してる、してる、ちょっとマジでしてる、今ちょっとやべみたいな感じになってる。いや俺が頭の中でこの辺に俺あるし、ちょっと隠したもんね。そうはい、ということで、なんでなんで、またなんかちらほら、また後日しっかりやりたいと思います。ぜひぜひその時よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。